ローの59新時代人気を解く舞台直前スペシャル生放送第2話イエーイイエーイということで、はい、自己紹介します。はい、篠の恵大井町隆久役白俣敦史です。今日もよろしくお願いします。黒蝶組の黒金和臣役末野拓磨です。お願いします。よーっ、はい、なぜこの流れちょっとこの感じでいくと喉やられそうなので、はいはい、そうね、やっぱ先週の女子にね、トーンだけはね、はい、はい、ですね、ちゃんとやります。はい、はい、ということで趣旨説明なんですけどもね、はい、ブシロードがお送りする新メディアミックスプロジェクトロード59、はい、新時代人気を解く、今月24日からいよいよプロジェクト第1弾の舞台公演が始まります。はい、よし、いきましょう。はい、ということでですね、この番組はロード59の魅力や舞台情報の紹介、作品に関連したりしなかったりするバラエティコーナーなど盛りだくさんの内容でお送りいたします。よいしょ、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 言えたね、ロード59って。ていうか、ていうか、ていうかずっと練習してた。ていうか、え、待って待って、うん、奥二人、え、何、え、スーツじゃないんですか。スーツじゃないね。スーツじゃないよ。篠の組は、うん、こういう時はこうピッてするっていう風にね、そうよ、決まってるんですよね。そうですよ、万宝総裁なんで、まあどうせ舞台でスーツ着るからね、いいかなと思って。あ、そういうことだ。後出しでよくしていこうって感じ。そう美味しいところ持ってこうとしてるわ。楽しみにしてる人もいるからさ。なるほどね、なるほどね、高低差、高低差。そんな感じでスーツとか合わせてると思うんですけど、舞台始まってみてどうですか、稽古は皆さん。ね、絶賛稽古中なんですけどね、今ね。みんななんか慣れてきた感じです。みんなの顔をね、そうね、やっとなんかこうやっぱいろんな関係でね、やっぱ時間をずらしてとかさ、きっちりタイムスケジュール組んで、合わないように合わないように稽古してたから、まあ会話しないで終わって、で初めて会った人みたいな、うん、最近、まあ、ね、やっと集まってきて、で組がようやくガッと集まって、他の組も集まって、うん、で対立するところとかもなんか話すことが増えてさ、ね、やっとコミュニケーション取れてきて、こう、あ、全体的にこう舞台のメンバー、うん、仲間になってきたなっていう感じが、最近すごいギュッといきなり、やっぱりこう会えると楽しいっすよね、嬉しいし、ね、嬉しいし、うん、はい、まあ、稽古期間もね、もう残り少ないので、ここからどんどん盛り上げていって、はい、もうわずかですね、はい、いい作品を作っていきたいと思いますね、はいはい、ということで本日の進行、私、はい、白俣敦が務めます。できるか、俺できるかな。大丈夫、できるできる、できる、できる、大丈夫、いけるか、やってこうよ。ちょっといきなりこう いい感じにこうキラートーク振ってよ。どうですかっつって、バシバシ、おいおい、おいおい、おいおい、あれなんか緊張してない？あれ、あ、ないじゃん、いや、違う、これどう、じゃあ、まずじゃあ、白俣くん、今日 MC っていうの振られてどう思いましたか？やってこ、やってこ、いやいや、え、それはまあいけるかなと。そうですよね、はい、やっぱり、うん、いろんなとこくぐって、かいくぐってきてるわけですから、こちら、まあ、さすがですよ、はい、やってきてるわけ、くぐり抜けてきてるわけですから、はい、なんかマイクのつける位置違くない？なんかおかしくない？見たことないスタイルよ、見たことないスタイル。外で、向きかな、向きかな、外外にする人なかなかいないのよ、まあ、皆さん声聞こえてますか？聞こえてる、届いてる、届いてる、コメントも来てるかな、みんなコメントしてくれてる、はい、コメント来てますね。あ、そう、だから今回だから、そのね、いろいろあってこう落ちたりもしたりして、はい、まあ、YouTube とペリスコープで放送中です。両方見れる、ね、だから両方のコメント、はいはいはい、見えるので皆さんコメントあれですよ、再生回数がばらついちゃうんで、みんな2つ持ちでお願いしますね。2個再生できる人はね、PC とスマホみたいな、そう、両方、はい、両方で自分のコメントしやすい方のツール使ってね。そうそう、両方両方。はい、ということで、まあこんな感じで楽しくやっていきたいと思います。はい、本日もよろしくお願いします。はい、ということで、ロード59新時代人気トーク舞台直前スペシャル生放送スタートです。
ロード59作品紹介。よっよっ、はい、ということでここで改めてストーリーをご紹介しましょう。はいはい、はい、スライドに行くのかな。スライドに行く、スライドに行く、はい、お願いします。はい、令和の時代の幕開けから数十年、眠らない町天海区、その陰で神器は4つの組織に分かれ、互いに勢力争いを繰り広げている。それぞれの組織が剣謀術数を巡らせ一進一退する中、天海区の地下に封印されているというヤマタノオロチの首の情報がもたらされる。その血を飲めばかつて神器を持っていた神と等しい力を手にできるという。なるほど。社会の勢力図を一変させるであろうヤマタノオロチの首と、その封印を解く鍵となる生まれながらにして神器の血を引く少女をめぐり、これまでにない構想の火蓋が切って落とされる。ちょっと待ってくれ。わかりやすい。待て待て、わかりやすい。砂川くん分かる。そうですよね。許せる、はい、許せる。最初のパートが砂川くんね。最初僕が読みました、はい、一番最初ね。次誰だと思う。次誰だと思う。みんなコメントして次誰だと思う。みんな次誰だと思いました。誰だと思います。あのいい声。山田くん元気いっぱいで可愛いって書いてある。どう最初のコメントだ。違う。ごめん一回仕切り直すね。1個目が砂川くんだね。2個目がはい、はい、ゆうさんです。3つ目が、はい、3個目が元気な白又くん。違う、あんな声出るわ、あんな声出せるわ。最後は俺、分かりましたね。ボケが多すぎるじゃん。全部読んだよ、司会は。ちょっと全部拾って。大変だよ、これまとめ。ということで、読んでいただいた通りですね、まあ、あの絵でも出てましたが、今回4つの組織があるということで、はい、こちらですね。で、僕ら2人が入ってるのが篠の恵ですね。篠の恵組はでもあれですよね、本当に楽しい、うん、そう、なんか楽しい組なんだよね、うん、その稽古場でもすごい楽しい組で、そうなんか自由、うん、気ままな、そうそうそう、みんな結構キャラが個性豊かで、うん、個性が強い。だ言うても自由っていうのは多分お互いを信頼し合ってるからこそなり得るような、うん、なんか形であって、はい、なんかやるときはやるからね。そう、やるときはやる篠の恵組です。そうそして、はい、そして僕の組ですね、白狼組なんですけれども、伝統と格式を重んじる関西系の組ということで、皆さん関西弁をもう絶賛練習中というか、練習中、はい、練習中なんですね。ちょっと裏話なんですけれども、はい、僕が一番ちょっと関西弁に手こずったので、相葉さんが氷室静香役の相葉さんが僕に気を使って僕のためを思って、はい、皆さんタメ口にしませんかと。おお、優しい。そういったも本当にファミリーなんです。白狼組はすごいね。あれ敬語使っちゃうと関西弁出にくいもんね。そう、確かに、ね、そうだね、難しいよね。だから砂川のためにみんないいですかと。優しい。そんな家族みんなね、はい、愛あふれるフレンドリーな感じなんだ。いい。続いてが、はい、黒城組、僕が所属する黒城組ですね、はいはい、こちらの組は金と権力、そして黒いという分かりやすい組ですね。分かりやすい、本当に黒いんで、僕らのシーンが始まった時にちょっと重たい空気になるっていうのが、うん、他の組にはない、もう明らかにカラーが違うんですよ、うん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 、その空気をね、ぜひ皆さん味わっていただきたいなと。そうですね、はい、はい、そしてもう一個がフェニックスですね、はい、はい、こちらはどんな組ですか。これはね、まだ謎が多いですよね。謎多いね。現状やってる中では謎が多いんですけど、うん、まあその海外のマフィアの連合組織ということで、うんうん、はい、はい、なんかおいおいすごく絡んでくるんだろうなっていう感じの出方を今回してくるので、はい、その辺も注目しながら、はい、結果主義のリーダーたちだったよ。あ、じゃあもう実績だけ持ってこいって言ってる。結構政府に政府に結構乗っかってるたりするからね、そういうのが、はい、っていう感じの4つの組織でいます、はい、ね。そしてまあさっき出てきましたけど、神器というのがありましてですね、はい、神器というのは、この作品世界での人形もののことですね、うん、まあ、神器ものは、杯を交わす際に、まあ、本来ならばお酒ってイメージがあると思うんですけど、はい、血を用いると、はい、血で首交わすと。そうです。で、はい、子は親からもらいますし、うん、弟は兄から血を分け与えられることで晴れて組員の一人として認められると。なるほどね、はい、でその与えられた力が神器と呼ばれるもので、神器となったものは二度と仇の世界に戻ることができないと。なんと、なんと恐ろしい。組長の、ね、血をね、組長の血をもらうわけです、はいはい、っていう話で、その神器たちは古の時代から血の杯によってその力を受け継いできた、
でそれぞれの時代で怪物を倒した伝説の勇者、戦場を駆け抜けてきた者の夫として仁義の力を振るい、人のように影から影響を与えてきた。あの歴史人物も仁義の力を使ってたということですね。そうです、まあ、なんか要は特殊能力ってことです分かりやすい、そういうことですね。必殺技みたいな、はい、しかもあの何の能力が出てくるかわからないんです、うん、そうね、それぞれまだ秘密が多い、秘密が多いですね。それは見てのお楽しみ、はい、はい、そしてまあ先ほどありましたけど、はい、ヤマタノオロチの首とはっていう話です、うん、まあ、その血を飲むと、まあ、かつて仁義が持っていた神と等しい力を手にできると。そうです、なるほど、はい、これが物語の鍵ですね。そうです、これがかなりキーワードとなっている、うん、これさえ手に入れたらだってもう最強だもんね、うん、そうです、最強です、うん、これを求めて等しい力、そうです、でこれの舞台になるのが天海区と呼ばれる、はいはい、東京湾に浮かぶこれですね。今かっこいい、かっこいい、かっこいい、キラキラした、あのあれはスカイツリーですか？スカイツリーじゃないです、全然違う、全然違う、ね、見て、巨大な人工島の上に使えてるから、ああそうね上からバンジージャンプできるかな多分ね、多分できるんじゃないかな、できるか、近未来だからできる、はい、はい、はい、ということでここでですね、僕たちが担当するキャラクターを紹介します。はい、はい、まずこちら僕からですね、うん、大井町隆久ですね、はい、見てください、このなんかちょっとやる気のない感じのセリフ、へーへーみたいな感じだね、俺の専門はこうしよう、すいません、ちょっとすいませんみたいな、あのお先失礼しますみたいな感じで、そういうわけでお引き取りしますと。ネクタイがおしゃれですね。そうです、このネクタイもね、あのかなり注目のポイントなので、ね、見ていただければと思います、はい、はい、続いて、はい、僕ですね、桐宮優斗ですね。新メンバーなんて久々っすね、なんか楽しくなってきたっす、きつい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 、本番それでいくつもり、本当にその声でやってください、きついよ、喉いっちゃって、全然違う、全然そんな呼び方しないんですけど、はい、あのまあ元気キャラですね、うん、なんかこう、はい、そうですね、みんなのことをあの明るくするような、うん、あの町、まあね、自分のそのまあね、山、あの何、山、いや島ね、島で、ね、土地の間違い方よ、島ね、島山って聞いたことない、俺山好きってんだよね、俺山好きだすの、自分の島の、あの本当にもうみんなと仲いいみたいなキャラクターですよ、これこの目の下にあるセクシーボクロがちょっとなんかあれですか、ね、涙ボクロね、あれはもう、まあ、ちゃんとつけてんの、はい、そうですね、あの、まあ、舞台では見えないかもしれないんですけど、あのぜひ皆さんペリスコープで見てくださいペリスコープってそういうアイテムじゃないからペリスコープは違うから配信ツールだから、はい、ということでズームできない、次ですね、はい、次ですね、一度あの篠の組を並びましょうと、おーかっこいいな、いいね、これでもやっぱあれですよ、並び見た時にあのユウトだけすごいフレッシュな感じ、普通の人というかね、ユウトが多分優しいでしょう ね、 そうね、この組のなんかその可愛い担当というか、うん、まあそう、うん、さね、そういう感じで、和ませ担当っすね、はい、あとはもうみんな癖あるね、うん、そう、そっから右の癖強そう感がすごいですよね、ねえ、もう京本と正樹さんの役なんてもうめちゃくちゃかっこいいもんね、かっこよすぎる、かっこいい、これはもうビジュアルも解禁されてたけどめっちゃかっこよかったよね、かっこいい、かっこいいです、本当にかっこよかった、はい、まあそんな感じでね、はい、おのおののビジュアルもこれから解禁されていくと思いますので、はい、はい、その辺注目してください、はい、ということで続いてですね、はい、はい、こちら砂川が演じます、はい、木室翔ですね、はい、俺は組長ちゃう、組長代行やということで、お関西弁、絵がかっこいいもん、ね、もなんか言いたけどけど我慢してるみたいな、そう、不満がありそうな、不満がありそうな悩み大きい、俺は組長ちゃう、組長代行やということなので、あのちょっと挟まれてね、あ、いろんなものね、いろんなところにね、ちょっといろんなものがあって眉間にシワが寄っているような、でもあの写真はビジュアル撮影の時の雰囲気がちょっと嫌でああいう顔になったってこと、違います、あ、違う、ああいう顔してって言われたのね、あのアニメに寄せてね、僕はもう志村翔を落とし入れてやってますから、なるほど、砂川翔や、影響されるシューや、そこは引っ張られないでください、ということでそんなね氷室翔を挟んでいるメンバーを見ていきましょう、はい、こちらですね、はい、お姉ちゃんの氷室静香、いいね、綺麗、はい、そして妹の氷室鈴香、うん、そしてヒューガ、あ、シオンね、シオン構成員、シオン以外はみんな氷室って名前がついてるから、はい、僕のファミリー、あの、ファミリー、仕事だったね、ただ、まあその癖はありますよね、やっぱね、
まあそうですね、あの格好とか、あの特徴のあるもの持ってるよね、はい、先ほどの組とは違くて、うん、だって金属バット持ってるからやっぱりね、ここあの僕も稽古中に気づいたんですけど、もう本当に面白い部分というか、うん、舞台上はちょっと注目してほしい部分なんで、であとは折り鶴が気になりますけどね、僕的にはすごく。そうですね、折り鶴もどういった部分で折り鶴なのかとか、どういった部分で折り鶴なのか、だからまあその辺も舞台で明らかになると思いますので、ぜひ、ね、いろいろ。あれ日傘かな雨傘かな、どっちいやー両方やっぱ進化してるから時代が進んでるから、はい、両方、はい、ということで、はい、続きいきましょう。はい、はい、僕の所属する黒条組です。かっこよ、黒金和臣、お前のような雑魚を殺すのはたやすいというね。うわ、殺されない、殺されたい、めちゃくちゃ強そうな男の子みんないたよ、上から目線でくるめちゃくちゃ上から目線で、なんか見てください、あのグローブ、うん、ねえ、かっこいいグローブ。マジでグローブつけてたら大体強いじゃん、うん、強い。しかも中二病的発想だけど、グローブつけたら大体強いのよ。大体強い、かっこいいな。そう、しかもあれでね、まあ、ネクタイこういじりながら、ちょ小指が微妙なこう立ち具合っていう、まあ、確かに癖がすごい小指がということで、そんな癖のありそうなね、グローブを見ていきましょう。はい、はい、というメンバーでね、黒いんです。ダークな感じ、見てわかる通り黒いんです。でもやっぱバランスいいっすよね、両サイドに。でうちの組長がスメラギ剣聖というね、うん、はい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 、あの方が組長なんですけども、いかにもの名前だね、いかにもの名前だよ、もう金っていう感じがすごいするよね、組長が。本当にいその名前ですね、もう完全に。そして僕の、あの端にいるのが、はい、ヒイラギ姉妹という、サラとレンゲと読むんですけども、なかなか下の名前呼びづらいです。サラとレンゲ、レンゲ、レンカと書いてるレンゲですね、レンゲと最愛と書いてサラですね。サラ、はい、この2人がまたね、いいコンビネーション、うんうん、すごく可愛いけど黒い怖い、はい、そう、そんなチームになってます。ヒラヒラしたのあれ、カズオミにもついてますね。え、どれ、え、なんか腰にヒラヒラしたの、あれ違う、あれ多分レンゲでしょ、レンゲキャラだよ、なんだなんだ、俺から生えてないよ、可愛いと思ってたのに、違うよ、ワンポイントあるんだと思って、俺ストールとかつけてないよ違うんだ、誰も間違えたことないよ、明日は。ということで次の組いきましょう、はい、続いてこちらです。あー、出た、フェニックス、はい、ですね、海外勢ですね。なんかね、名前がさ、名前の癖よ、名前がね、カタカナが多い、イーラスペシシフォスツテは誰も言えないよ、フェニックとロレンツォバザーリ、おー、思えるわ、アンソニーチェン、アンソニー言いやすい、アンソニーだけ言いやすいですね。はい、でこの組がまあ謎多き組で、はい、いろんなところに進出鬼没というか、結果主義の、結果主義の、海外勢ということですが、今回舞台では日本語喋ります。さすがに全編英語だときついのでね、日本語勉強して日本に侵略に来た、もちろん喋れて当たり前なんで彼は、はい、優雅だな。はい、ということで髪の毛フェニックスになってるもんな。確かに色合い綺麗よな。確かにイメージカラー素晴らしい。はい、ということで、ここで初解禁情報があります。何、え、なんとですね、まだまだまだだよ、まだだよ、え、初解禁情報の前に何かあるんじゃない。あ、そうだ、忘れてました、展開区です。はい、展開区のお二人さん忘れてましたね、はい、忘れてましたよ、こちら、大事な人たち、展開区、2人を忘れてた、唯一極道組じゃないという、はい、唯一普通の人、普通の人、普通の人が刀持たないでしょじゃあ、近未来で持たないでしょ、何度許されちゃうから、何度許されちゃうので、はい、なんか謎大きい2人ですね、はい、どんな感じで、ね、活躍するのか、絡んでいくのか、分からないですけども、極道たち、その時代にもセーラー服は存在しているという。素晴らしい、セーラー服は強いと、皆さん安心してください、セーラー服は死なません、セーラー服はいつまでも死なないんです。確かに、はい、風がなびいてます、はいはい、素晴らしいですね、素晴らしいです、はい、ということで、はい、いいですか、ここで初解禁情報いっていいですか、はい、お願いします、はい、なんとですね、大井町隆久、そして桐宮優と黒金和臣のキャストビジュアルの公開をいたします。イエー、初公開、皆さん、はい、こちらになります、どうぞ。おー、かっこいい、なるほどね、初めて見た、ね、素晴らしい、初めて見て、かっこいい、いや今日マジで初めて見た、しっかり全員絵の通りに再現してるという、はい、はい、立ち姿を、どうです、なんか見てみて、いやなんか嬉しいっすね、やっとなんか本番に向かってるなって感じもする。これはちなみに誰にヤッホーってしてるんですか。あ、俺これはいきなり太陽、これはあのお向かいさんね、お向かいさんに、お向かいさんですね、お向かいさんに、事務所のこう窓から見えるお向かいさん、なるほどね、そう、すごいフレンドリーな、その外歩いてる人の、大体もうすぐヤッホー言っちゃうんだ、はいはいはい、とか全員にヤッホー。そして和臣は、はい、
これ僕はもう再現度マジで高いですね。絵の通り小指をすごくプルプルしながらしてました、ね、小指の立ち具合にすごいこだわりましたから。すごいかっこいいイケメン、はい、そして白又ガッチャー高久高久です。もう絵のまんまじゃん。えへへってやってなんか悪そう、はい、であの一応大きい写真もありますので、はい、見ていきましょう、ね、個別に。あいいですね、全身も全身、はい、だからこれポイントネクタイなんすって。ほんとだ、さっきのね、はいはい、再現度高いな。なんつうんだ、あのね、あのなんかそう、癖のあるネクタイ、癖のあるネクタイが、はい、なんとも言えない柄だよね。だからこの写真だとちょっと見にくい部分があるんですけど、多分本番になればいろいろ見えてくる、すごい分かると思うので、ね、ぜひぜひ見ていただきたいですね、はい、次行きましょう、はいはい、あ、僕ですね。これが例の挨拶してるんで、挨拶してます。いや、スタイルが良いな。スタイル良すぎるよ。一人だけもうアニメのキャラと同じスタイルしてるんですよ。スタイルが良いですね。すごい頭身が。ありがとうございます。こんな感じです。はい。続いて。あ、僕ですね。いや、かっこいいね。いやこれはね、本当ありがたい。グローブにみんな目がいってくれるから大体ごまける。ちゃんと向いてる方向も一緒ですね。もう強そうだ。もうグローブだけ見てみんな。顔を見ましょう。本番での活躍を楽しみにしてください。はい、ということで、そんなロード50…ん？ショー。あ、そうですね、ショー。そう、ショーもある。はい、僕のも常に出てますよね。改めてもう一度。ちょっと見てるかもしれないんですけど。この、はい、頭身を出すのが結構大変なんですよ、ね、イケメンだなぁ、ね、はい、やっぱいい感じに、なんかフレッシュさあるよね、でもあの不満な顔してるのに可愛いな、なんかちょっとね、あのフレッシュさを一応出そうと一応、はい、はい、こういうこんな感じで、はい、はい、そんなロード59の舞台情報をお知らせしたいと思います。はい、はいはい、ですね、ご好評により12月25日14時の回追加公演の実施が決定しました。お、はい、こちらのチケットの公式ホームページ追加公演最終先着選考が明日12月15日の23時59分まで受付中です。はい、その他の公演については現在各プレガイドにて一般販売受付中です。はい、一部完売の回もございますのでご了承ください。はい、はいはい、で本公演につきましては新型コロナウイルス感染症予防対策として全公演で座席の前後左右一席ずつ空けた状態で上演いたします。はい、また会場内の換気消毒による対策を行うほか、お客様のご来場に際してマスクの着用、体温測定の実施、手指の消毒、お客様ご自身でチケットもぎりなどをお願いしております。その他詳細についてはロード59公式サイト内公演ページに記載しております。公演にご来場の際は必ずこちらをご確認してからお願いいたします。はい、ご協力何卒お願いします。お願いします。はい、では続いて、はい、オロチシート特典内容についてご紹介いたします。限定オリジナルデザインのマスクとショッパーのセット、さらに、キャスト映像収録スペシャル DVD がついてきます。こちらは現物ございます。はい、マスクとショッパーですね。うん、見たい。じゃん、マスク逆だ、いや逆、上下が、はい、いや、おしゃれですね。いいね、色味がおしゃれですね。主役の持ってるのがマスクで、これ洗って使えるやつやね。はい、うん、かっこいい。ロード59のロゴデザインがされてますね。ロゴ入ってますね。普段使いできるね。はい、うん、しっかりしてるんで割と素晴らしい、洗えるし、はい、そしてこちらショッパーです。ショッパーこんな感じで、いい、ね、かっこいいね。なかなかね、大容量ですよ。こちら素晴らしいですよ。ビールの500缶が2本とちょっと強めのチューハイを6本とぐらい入ります。全部あとスナック菓子2袋も入ります。ちょうどいい、お買い物にちょうどいいサイズになってます。はい、飲み会ができるということで、はい、はい、じゃあスペシャル DVD の収録内容なんですけれども、はいはいはい、こちらまず1つ目は各陣営の代表者キャスト座談会です。男性キャスト編、女性キャスト編を収録しており、男性編は君沢さん、そして僕、砂川、あと井上さん、女性編は相葉さん、工藤さん、加藤さん、川内さんとなっております。はい、はい、どうでした座談会して。そうですね、先日撮らせていただいたんですけれども、うん、ほぼまあ初対面に近いというか、うん、あまり回数、会う回数を重ねてない状態だったんですけども、やっぱりお二人が優しいんで、うん、もう僕はなんていうかお二人に任せるというか頼りになるお兄さん方なので、お二人がもう楽しくさせて、うん、くれましたね。盛り上がったと、はい、プライベートについても結構いろいろ話して。あら、そうなんですね。あんな話したの？あんなことや、こんな話は、めちゃくちゃ気になるぞ、これは気になるよ。もうぜひ皆さん、はい、チェックしてください。はい、はいはい、そして2つ目の収録内容はキャスト個別コメント映像となっております。舞台公演では映像出演の
青井翔太さんのコメントも収録されていますよ。すごい。座談会と個別コメント合わせると全19キャスト総尺約60分の大ボリュームの映像となっております。すごい。めちゃくちゃ内容がありますね。すごいですね、はい、そしてここでもう一つ公演に関する新情報です。舞台ロード59の公演グッズ情報を初解禁いたします。まずはこちら、ダダン。はい、はい、1つ目がパンフレットですね。そしてランダムブロマイドになりますね、はい、ランブロ、はい、ランブロ。続いて、はい、2枚目がこちらですね、 T シャツ、 T シャツ、缶バッジセットとクリアファイル、はい、クリアファイル、はい、うん、すごいですね。そしてロゴステッカーですね。缶バッジキラキラしてるんだって。おお、キラキラ光ってるらしいよこれ。へえ、なるほどね。ほほ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 、なるほど。で、あと、そしてもう一個がこちらですね、はい、ビッグブロマイドですね。ビッグブロマイド、はい、2枚1セットの 2L 版のブロマイドになりますね、はい、あのこれはあのランダムじゃないので好きなキャストの写真を選んでいただいて、うんうんうん、あのこちら、選んでいただけます。でこちらの商品のみ、ブッシュロード EC で受注生産となります。3月上旬頃に発送予定です。なるほど、はい、はい、ということで見ていきましょうか。現物がね、現物がね、現物がね、はい、ぜひ。まず最初に T シャツですね。 T シャツがありますね。 T シャツ、こういったの首の、ロゴが入ってますね、はい、後ろは後ろ、どんな感じ、いい、ね、かっこいいですね。で後ろが、後ろードがこんな感じですね。ちょっと突っ込んでよ後ろードと後ろードちょっと、いやちょっと難しいな今のボケ難しいな、まあ、ちょっとこんな感じですはい、何言ったか分かんなかったの一瞬続いてが、はい、こちらが缶バッジとクリアファイルになります。かっこいいね、缶バッジキラキラするんだって。本当だ、あ本当だ、キラキラしてる、光ってる、すごい。ちょっと後ろはちょっと組の色に合わせてるのかな。これはぜひ手に取ってみていただきたいですね。はい、はい、そしてこちらがクリアファイルですかね。バスタップ、こちら裏面はどんな感じ。あ、裏面は組になってます。なるほど、組のロゴ、ロゴが入ってると。いいですね、かっこいいですね。いいですね、はい、はい、そして最後です、ね、こちらステッカーです。ロゴステッカーですね、はい、もうパソコンに貼りましょう。もうね、パソコンに貼ったりとか、ね、もうほんと携帯に貼ったりとか、サイズギリギリかな。そうね、あとはね、その辺のちょっとトイレの壁とかに貼ったりしないようにだけ気をつけてください、はい、ぜひ宣伝のために貼ったりとかダメですよ自分家の自分のアイテムに貼ってください、うん、で裏側はこんな感じになってます。当たり前だはい、で今日ご紹介した商品はブシロード EC ショップ名で12月23日より予約開始いたします、はい、またビッグブロマイド以外の商品は公演会場でも販売いたします。はい、はい、こんな感じですかね。そうですね、はい、いや後ろほど良かったっすよ。ありがとうございます1ポイントゲット1ポイントゲット優しいわ、はい、以上、はい、59作品紹介でした。はい、はい、よここからはこんなコーナーをお送りします。ご褒美をゲットせよ能力チェック。よいしょ、よいしょ、はい、ということで、あの神器とは能力が特化した人気者たちのことですが、はい、そんな世界観にちなみまして、皆さんはどんな力に特化しているのかチェックしていこうかなと。はい、そして今からさまざまな丸々力を試す企画にチャレンジしてもらいます、はいはい、その結果に応じたポイントをゲットできて、最終的なポイントが一番高かった人、はい、つまり最高得点の人ですね、はい、が、うん、なんとご褒美が用意されてます。よいしょ、やったー、ご褒美だー、はい、では早速参りましょう。一つ目のチェックが、はい、洞察力チェック。洞察力チェック、はい、こちらですね、今から一つ順番に親となっていただきます、はい、
あるお題を出題しますので、親は一体何を答えるか、うんうん、そしてその答えをこの皆さんが回答するゲームです、ね、なるほど、はいはいはい、ちなみにどのお題も、まあ、普段の洞察力が試される内容なので、はいはい、だからまあ出題者は親が何を考えてるか、親が何考えてるかを、 うちのお母さんとか、いや違います、違います、それは絶対当てらんない、それは絶対当てらんないよ親と子って、要するに自分が親だった場合3人が子になる、なるほどね、で自分が何考えてるか当ててもらうということで、はい、かしこまりました、はい、ということで、はい、で出題者はもう10ポイントもらえます、なるほど、で子は当てれば10ポイント、なるほど、で全員親やります、うん、おじゃあ10ポイントはみんなゲットできると、はい、はい、なるほど、じゃあお題、じゃあ僕から親でいいですかね、はい、まあもちろん、はい、いいですか、はい、やっていきましょう、やっていきましょう、自分からじゃあ親で、はい、ですね、じゃあ何しようかな、あ、じゃあ、はい、今自分が一番ハマっていることは、うん、これは白俣敦氏が一番ハマっていることを俺たちが当てるんだよね、そうです、はい、なるほど、わかりました、一番ハマってること、これ結構広いよね広いね、あでも俺わかると思う、俺も分かる気がする、俺多分ね、これで合ってると思うよ、え、本当っすか、うん、できた、いや、ちょっとこれいいですか、はい、結構当てにいってる、まあ、マジで、じゃあ、字が汚ねこの皆さんが先に回答していきましょうか、はい、じゃあ、自信がある方からいきます、俺はいます、相馬くんからいきます、はい、いきますよ、じゃあ、はい、じゃーん、スノボ、おお、スノボあれ、なるほど、なるほど、反応がおかしい、あれ、なるほど、あれ、そんな情報あった、はい、はい、大悟くん、まあ、やっぱり役者らしい、なんといってもね、ロード59の稽古中なんで、あ、セリフ覚え、ハマっている、うん、そこ、そういう、それはハマっているのでしょう、まあ、それは普通にしますじゃあ僕がいきます、はい、これです、猫、G 合ってる？ G 合ってる？なんか久々に G 書いて猫って書いてるじゃないですか、猫、うん、合ってるような、あ、猫ってこういう字、あれ分かんなくなった、なんかちょっと、え、なんで崩壊してきたな、なんでそんな風に思ったんですか、俺猫じゃないかなって、だって猫と遊んでるでしょ、ツイッターに上げてるでしょ、遊んでます、おー、だから俺それしかないなって、なるほど、はい、はい、さあ、答えは、答え発表しますね、はい、答え、猫、やったー、やったー、すげー、本当にすげー、すごい、いや、そうなんです、ツイッター見てたから俺10ポイント10ポイントですね、だから、うん、あ、そうかそうか、白俣くんと末野くんが10ポイント10ポイント、そう、10ポイント、はい、猫、そうか、猫、猫か、そうちゃんか、なるほどね、次は何ちゃん、何ちゃん、え、ロイくんです、ロイくん、ノルウェージャンフォレストキャットのロイくんです、おー、かっこいいねさあみんなね、ツイッター見に行けばロイくん見れますから、あ、そう、ロイくんバックも捨てるから自分、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、次が、じゃあ太陽くんが、じゃあ僕は、はい、じゃあ僕の今年一番テンションが上がった出来事、えああそれはもう簡単でしょ、はい、え、マジで、僕の一番テンションの上がった出来事ですね、あーちょっと待って、簡単だったけどあれ違うか、はい、テンションが上がった、そうですよ、今年一番テンションが上がった出来事ですよ、一番でしょ、はい、一番か、あさあみんな何が出るかな、何が出るかな、ドゥ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 、あれ、さあ、分かった人からじゃあ答えてもらいましょう、はい、はい、しゅうやまだロード59決定、おーなるほどねさっきそういう感じだったから、はいはい、はいはい、これありかなと思って、はいはいはい、いや、はいはい、いいっすか、なるほどなるほど、はい、いいっすか、次は、はいはいはい、はい、じゃあ白俣くん、ロード59出演、おお、一緒ってことっすね、はいはいはい、はい、俺もこれだと思うわ、うんうん、はいはいはい、まあ俺はこれだと思うんだよね、いきますはい、うまい棒の、海苔塩味発売そう、これはね、だいぶ話題になりましたからね、そうなんだ、これはみんなね、一回歓喜したよね、めちゃくちゃ個人的なやつが入っちゃっていや、これ一回歓喜したでしょ、だいぶ盛り上がったもんはい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 、はい、これじゃないかな、正解いきましょうか、はい、正解は今日、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと俺1個いいですか、1個、1個審議、審議、審議、全員の回答を聞いていただけますか、はい、ダメでしょ、待って、それはもうマイナス10点だな、あ、じゃあ待って、それマイナス10点だわ、マイナス10点だわ、それ潰しにかかってるんですか、でもあれロード59出演決定
は、うん、本当にテンション上がった。そうでしょ。じゃあ正解ですか。いや、正解です。やったー。よし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 じゃあ太陽君はマイナス10ポイント自分と。いやもうだってさ、テンション一番上がってない。やった、俺20ポイント。上がってる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 。じゃあ、はい、10ポイントもらえるはずだけど、はい、マイナス10ポイントだから0ポイント。親は絶対もらえるやつでしょこれ。そうだけど、そこで落とすってどういうことだから。はい、続いてスナック行こうか。あ、はい、僕次のお題は、どうしようかな。あ、じゃあ僕の弱点。はい、ああ、なるほど。弱点、はい、弱点、弱点。分かった。俺も今じゃあ書いた方がいいってことですよ。分かった。そうそうそう。いけるな、はい、多分。はい。答えていい？ちょっと待って、書いてない。まだ書いてない。俺まだ考えてないっていう。同じことさせようとしてる。コメントとか拾ってない。ああ、なるほど。そうですね。じゃあちょっと僕が考えてる間にちょっと皆さん、これ合ってんのかな、大丈夫かしら。弱点。はい。ちょっと、もうかけたんだけど。俺もかけた、はい、俺もかけたよ。早く書いてほしい。書きました、書きました。はい。ほら、はい、どうぞ。みんな、ぶち上がりって書いてある。そう、マイナス10とかもあるんだよ。発表、発表。審議が甘ません。あ、そっか。はい、じゃあ、答え出していこうか。自信ある人からじゃあ。はい。はい、あ、じゃあどうぞ。どっちかします。僕から言っていいですか。うん、弱点ですよね。はい。うん、視力。あれ、あ、なんか意外と目が悪いのではないかっていう予想です。確かに分かんないですけど、なんかそんな気はする。メガネなのかコンタクトなのかも知らないですけど、はい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 、意外と目が悪いんじゃないかっていう。なるほどね。じゃあ僕いきますね。はい、僕はでもこれ結構な人に当てはまると思います。はい、鎖骨弱点こうするんすか。鎖骨こうやったら誰でも行くわ。違うよ、普通に触られても嫌だけど。一番折れやすい骨と聞いたことある。一番脆い骨は脆い骨ですからね。鎖骨は脆いって聞いたことある。弱点じゃないかもしれない。じゃあ俺行きますよ。はい、お願いします。これだと思います。玉ねぎ。あーなんか鋭角です。なるほど。玉ねぎ嫌いなんじゃないかなって。すごいところ。俺が嫌いなんで、俺が嫌いなんで、同じく嫌いなんじゃないかなって。砂も嫌いなんじゃないかな。ちょっと気が合う回答してきますね。ちょっと気が合うから、玉ねぎ一緒に嫌いなんじゃないかなって。じゃあそんなね、気になる答えを。じゃあいきます。暑さだ。でも正直言われてみれば俺視力だわと思って。じゃあ俺10ポイント上げたいです。鎖骨は俺あのくすぐったいっていうないんで、感情が。玉ねぎ大好きなんで。あげるの幸せさ。視力悪いんすよ、いつもこうやってやってんで。あ、じゃあ正解っすね。10ポイント。5ポイント上げよう。確かに5ポイント上げよう。時計見てた時にさ、あの一回細めてたけどさ、俺見られてんのかと思ってさ、聞いたことあるよね。ありがとうございます。そうだね。そう、いつもなんかこうやってやってるんですよ。目悪いんだ、はい、やったぜ。コンタクトは普段はやってないんですよ。あ、普段メガネなんですよ僕。はい、今は今は裸眼です。あ、裸眼、はい、なるほどね。あ、でも割と見る方ガツガツに悪いわけじゃないんだ。そうガッツリもうやばいやばいぐらいで、みんな、あの俺も同じぐらいだなということで。俺も多分視力同じぐらい。ということで今んとこ今ポイントもらえたのが俺10ポイント。あ、そうですね。10ポイント合計ね、合計。あ、違う、俺20だ。20ポイント0ポイント0ポイント25ポイント25ポイントえ、25ポイントか。あの、いや、5ポイントできました、砂川君に。はい、そうそうそう、あげます。でも、後ろ道で1点か9マイナス。あ、いや、1ポイントある後ろ道で。じゃあ、現状が、自分が25で、で、後ろ道先生が後ろ道で1ポイントある。砂川君からもらったんで、僕1ポイント。あ、1ポイントね、1ポイントあります。で、砂川君が20ポイントで10ポイント、はい、僕は10ポイントですね。好きなんだ。はい、それでじゃあ僕の出題をして点数を稼ぎたいと思います。はい、はいはいはい、お願いします。じゃあ僕の一番可愛いと思うところはどこでしょう。ああ、はい、可愛いと思うところ、いっぱいあるんだな、意外と。体ですね、体で自分のどこが好きか。なるほど。自分のどこをいいなって思ってるか。なるほど、はい。さあどこでしょう。今テレビのみんなからも見えてます。それはね、ちょっと大ヒントだよ。見えてない。ちょっと下ネタしか思いつかない。ダメダメ、おい、やめろやめろ、俺を引きずり下ろそうとするな。
なんだろう。え、あ、わかった。そうです。僕、あの、うん、あの部分が自分のチャームポイントというかお気に入りですね。いや違うな。これ、はい、え？あ、ま、あ、待って。あ、今見えちゃったかも。あ、ちょ、俺先行かなきゃだ。危ない危ない。これだ。じゃあ今コメント読みしましょうか。はい。うん、あ、やっぱすいや俺も最初目だと思ったんですよ。そういうとこが可愛いのではっていうコメントも。俺も目だと思いました。そう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 。確かにそういうとこって俺書こうかな。じゃみんな書けましたかね。書けました。まだまだもうちょっと時間書けました？あのいいですか？場所なんすよね。俺多分合ってると思うんですよね。ちょっと待ってね。俺も合ってると思う。本当に？はい、じゃあ。はい、じゃあ行きますか。自信のある方から見えるところですよ、皆さん。皆さんも予想してみてください。自信のある方、じゃあ答えちゃう、はい、答えちゃいますか。あ、じゃあ行くか。いいですか。はい、いいよ。指。おー、指。俺、指隠れてた。ずっと出てたよ、指。あ、そう、ビジュアル撮影は隠してるけど、今見えてるよ。お、俺やってしまった。あ、もう外したな。じゃあ俺行きましょう。あら、あ、そっか。行きます、はい、待って待って。あゆかわの答えはこちら。お尻。あ、あ、お尻も自信はあるが、ね、でも可愛いと思うんですからね。がしかし、これはあれだよ、わらじゃなくてお尻だよ。あ、お尻の絵ね。これお尻の絵、はい、これはお尻の絵ですよ。わらじゃないよ。わらにしか見えないよ。はい、はい、足。足も確かに見えてない。おみ足もう見えないところを続いていくしかなかったです。なるほどね。見えてないシリーズね。はい、はい、はい、いきますか。じゃあ正解はどっちからよね。この中に正解は、んー、じゃあちょっとじゃあこの、まあじゃあこれ出しちゃいますか、はい、僕のチャームポイント可愛いと思ってるところはこちらです。腹斜筋。腹斜筋。あ、ね、ここ腹斜筋が可愛いんだもん。最初、俺、ね、大胸筋かなって思ったんですよ。ああ、大胸筋も育ててるけど、でも腹斜筋が一番可愛い。あ、でも筋トレしてるもんね。かわいい。腹斜筋一番可愛がってる。そういえばこの人可愛がってる。そうだった、筋肉バカだった。そうずっと筋トレしとった。ずっと筋トレしとった。ずっと稽古場で。できれば腹斜筋をずっと出していたい。腹斜筋は出てこないよ。あ、シックスバックもちょっとできればずっと保ちたい。ね、なるほど、腹斜筋か。ちょっとこれ誰も当たんなかったな。それそうっす。お尻は5ポイントあげよう。やった。お尻もちょっと。5ポイント追加。じゃあ6だ、6。はい、じゃあ6。自由だな、みんな。そんな感じで。じゃあもう、はい、あの点数出ましたね、今。はい、出ましたね。ゲームを終えて。一回まとまってますね。自分が25ポイントで、太陽くんが6ポイント。はい。砂川くんが20ポイントの、はい、瀬野さんも20ポイント。20ポイント。はい。はい、まあ現状自分がトップということで。そうですね。そうね。いや、負けたくないな。いけますね。はい、じゃあ続いての問題、はい、いきます。そら、まだあるんだ、やった。はい。続いてなんですけども、はい。はい、あのもう洞察力チェックは以上で終わって、はい、次のチェックに参ります。おお、はい、次のチェックなんですが、さまざまな欲望が渦巻いている眠れない飯展開区、そんな世界観にちなみまして、最後に一発逆転のチャンス問題です。これだよ。しゃー、はい、あの本作あの漢字が非常に多いと思うんですよね。確かに、はい、そこで最後は皆さんの漢字力を試す問題を2問出題します。はい、皆さんそれぞれ回答していただくのですが、なるほど、その時に今持っているポイントが重要です、うん、はい、そのポイントをベットすることができます。おお、かけることができると、はい、なるほど。でちなみに問題によって倍率変わりますので、はいはいはい、でたくさんポイントをベットすれば逆転もできますが、はい、外した場合0、なくなっちゃうとね、はい、なくなるので大切に使おう、はい、だから駆け引きをしながら勝利をつかみ取っていってください。なるほど、はい、ということで最初の問題いきましょうか。魚辺の感じだったら大丈夫だよ、俺いけるよ。はい、じゃあいきましょう。やばいやばいやばい。最初の問題はこちら。いやいや、今年の漢字。あ、なんだっけ。ああ、わかったわかった。どういうこと。ああ、え、これこれもう先にこれで、そういうことやんな。え、あれ、ちょっと待って。あ、今日発表されたやつ。え今日そう、え、違う、俺そういうこと、勝手にこれだと思ってた。多分みんな思ってること違う気がする。え、今日だって、俺だって今日、え、今日発表されたの。今日俺移動中に聞いたもん、これあの電車の中で普通のなんか、まあ、あれ、これだと思ってた。そういうことか。そう、あの、え、ね、年号っていうか、あの、あれじゃなくて、ね、今年の漢字発表ってやつでしょ。そうです、そうです。俺これだと勝手に思ってたやつだけど、え、でもめっちゃこの漢字めっちゃ聞いてると思う、今年。今年ということで俺はじゃあ、あ、分かった。1文字。1文字。
俺かけちゃうよ。きっときっとこれだと思ってるから。1文字。1文字。で、コメントを見ないでください。ああ、確かに。で、こちらがまあ正解数とかける2倍と。やばい、はい、1文字今年の漢字。やばい、漢字が分からへん。じゃあ自分漢字分かんなかったら答えらんないよ。漢字分からなきゃいけないんだから。もう終わった。確かに。終わった。確かに。じゃあもう思いつく漢字なんか。そうですね。今年の漢字？これだよね。ちょっと待って。やばい。全然分からん。俺だって携帯なくしたんだもん。これはずるいよ。これはずるいぞ。陰謀だ。なんだなんだ。陰謀だぞ。え？俺携帯なくしたんだよ、おととい。どんなんやったっけ。携帯なくしたの。ネットポイントも入った。はい、ネットポイント書きました。こんなんやったっけ。わかんない、あ、これか。いや多分これだと思ってる、俺は。今年の漢字？ちょっと待って。今年自分で一番流行ったと思う漢字何？ああ。うん。これはでもね、結構。ああ。みちゃん、みちゃん、ああ、おそうか。確かに確かにな。いや俺これ、はい、俺これじゃあこれも全員同時に出す感じでいいですかね。ちゃんと何ポイントかけるか。何ポイント、何ポイントかけるか。はいはいはい、行きましょう。せーの、はい、やった。三つやった。何これ。イノシシ。イノシシ。何イノシシ。何これ。イノシシ。え、イノシシってそんな字だっけ。イノシシってそんな感じだっけ。作ったでしょ、字。絶対違う。これ存在しない字です。この字存在しませんよ。こういう感じですよね。なんかこれイノシシじゃないです、これ。犬じゃない、犬じゃないの。エト的なことを言ってるのかな。いや、こんな字見たことないよ。ちょっと待って。天然が出とる。イノシシが、俺もイノシシか分かんない。何年かってこと。そうそうそう。あー、なるほどね。エトか。で、ちなみにエトって今年イノシシですか。いやいや、わかんないわかんないです。いや、目、牛、虎、とらうときちょっと待って、俺らわかんない。イノシシですか。違うんじゃない。あ、うんうん。あ、ヘビじゃない。え、今年イノシシらしいですよ。イノシシか。はい、これは誰もわかんない。スタッフさんもわかんない。では、あ、ね、あ、そうだ、違うじゃん。俺、今年年男だった。あ、ネズミ年だ。はい、ということで、正解を お願いします。はい、正解は、やったー。そういうことか。そうか、やったぜ。不正解っすよ、俺も。俺10ポイントかけてた。自信なかったから1ポイントしかかけてないから。あ、素晴らしいね。やばい、俺もこれ、ね、大手ですよ、勝利に。大きく前進。でも次で自信あったらもうポンってかけちゃっていい。そう、ね、これで自分が45ポイントで太陽君が4ポイントで太陽君が19の末野さんが30ポイント。はい。はい。あ、ちょ、ちょ、そういう感じね。なるほどね。分かった、分かった。はい。ということで、じゃあ続いての問題いきましょうか。はい。ラストの問題です。あ、もうこれ。これ倍率やばいかもしれないです。全掛けするし。ラスト？もう全掛けでしょ。こんなもん。では続いての問題いきましょう。続いての問題はこちら。え、なるほど。紛れている漢字の数を答えよ。やば。いきましょう。これ何秒ですかね。何秒。30秒でいきます。あ、なるほど。59。59倍ね。違ってますね。違って59倍です。はい。30秒間です。で、じゃあ数字が近かった人が勝ちにしましょうか。あ、全員外した場合は。このギギの中に隠れてるバレと、なんか牛の羊みたいなやつの2個とかじゃなくて、この後に出てくるのね。バーっていっぱい出てくるの。はい、びっくりした。あ、そういうことか、びっくりした。今めっちゃ全掛けするか、1ポイントだけ残した人が勝つかもしれないっていう、もうあピタリ賞を狙おうか。じゃあ俺44ポイントかければいいですか。いいよ。俺全額かける。俺も全額しますよ。でも44ポイントかけて勝ったら結局勝ちか。はい、じゃあ45かけます。うわ、はい、じゃあ俺も全ポイントかけよう。行こう、よーい、スタート。え、あ、はい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 。ちょっと待って。儀式かな。何の話。はいはいはい、質問間違ってない。ちょっと待って。あ、本当だ、1個あった。待って、1個あったとかじゃない。視力弱点言うたのに。はいはいはい、指でやったらバレちゃう。はいはいはい、いや多分俺分かったと思うわ。はい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 、5秒前、4321終了です。はいはい、俺いけるわ多分。
これ俺合ってると思うんだ。これですよ、これですよ。俺やっちゃおう、うんうん、やっちゃおう。もうボケる気満々なのか。いや違う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 。やっちゃおう。はい、じゃあということでこれ全員同時に。いや待った、見えた見えた、俺は見えた。あ、やばいやばい、残すパターンか、はい、ポイント残すパターンか、はい、せーの、ドン、4、俺はぐしゃぐしゃにして5にしました。5、なんで5にしたの。4つだったでしょ、そう思ったのに5にしたってこと。やっぱね、みんな4ってくると思ったんで。4に見えてたから、うん、なるほど、全員4と俺4って思ったんだ、4だと思ったんだけど、うん、絶対見逃してるかもしれないと思って賭けあるな、それ。なるほど、それあるな。4は4を確認した。だから5いけるはず。自分も3と思ってたけど1個追加したんですよ。いや、俺何その1個予想目いくやつ。俺はしっかり4個見てた。俺も4つ見たよ。絶対騙しに来るだろう。右上に1個ありましたよね。右上と左下と左斜め上と真ん中に。真ん中ですよね。あった、そうですよね。あ、こっちだったんだ。で、会議の儀が3つあって。そうですよね。瓦が1個あって、人面がありましたよね、はい、以外見つけられなかった。はい、ということで、じゃあ正解発表いきましょうか。正解は、よっしゃー、うわー、マジか、やばい。何ポイントかけたの、何ポイントかけたの。え、全部4点4点全部かけて59かけたんで236じゃないか。圧勝、素晴らしい、すげー、素晴らしい、これすごいですね。くそ、俺も1個言っときゃよかった。予想の1個目、俺も1個足しちゃよかった、マジで。作戦合ってたんだよ。しゃー、すごい、やったー、何その勝負強さ、やったー、はい、すごいなー、すごい嬉しい、勝負強、すごい、はい、ということで結果なんですけどもやっぱ今日が一番いい日かもしれない。テンション上がってるよ。すごいな、テンション上がってる日、はい、自分は0ポイント、はい、太陽くんは236ポイント。すげえな、やばいよ。太陽くんが0ポイントで、俺も0ポイントです。圧勝、さあ、ありがとうございます。素晴らしい、はい、ということでこちらがいやー、多分ほとんどの人がさ、視聴者はみんな4だと思ったでしょ、きっと。どうだろう、5個見つけられた人何人いたのよ、ね、すごくない。いや、すごいわこれ。あ、でもどうなったか、こちらがですね、はい、ご褒美となりますね、はい、やった。こちら日本酒になりますかね、はい、見てみましょうか。日本酒が一番大好きなんです。いいの、羨ましい。和紙、名越です。はい、名越です。名越です。はい、素晴らしい。羨ましい。いいなぁ。やったー。嬉しい。はい、ということで、まあ、あとで、みんなやっぱ分かんない。ありがとうございます。素晴らしかったなぁ。大逆転だ。こういう世界になると展開食って。負けたぁ。大逆転あるよ。はい、以上、はい、ご褒美をゲットせよ、はい、能力チェックのコーナーでした。ありがとうございました。やられたぁ。はい、ということで楽しい時間はあっという間ということで、はい、楽しかったな、はい、お知らせをさせていただきます。まずはキャンペーン情報から、はい、お願いします。はい、12月24日木曜日より舞台ロード59新時代任侠特区の、公演が開始となることを記念して、陣営別出演キャストの寄せ書きサイン色紙が当たるツイッターキャンペーンがただいま開催中です。いいよ。ロード59公式ツイッターをフォローの上、各応募期間中に対象ツイートをリツイートで応募可能です。第1弾、我々東雲組のサインが当たるキャンペーンの締め切りは本日12月14日23時59分までです。今日まで。第2弾、砂川くんたちの白露組のキャンペーンも開催中です。お、さらに本日より第3弾として展開区キャストの寄せ書きサイン色紙が当たるキャンペーンもスタートしました。皆さんぜひふるって応募してください。応募に関する詳細はプロジェクト公式サイトをご確認ください。はい、はい、そして番組内でご紹介したグッズ情報を改めておさらいです。はい、パンフレットや T シャツ、ランダムブロマイドなど舞台公演グッズを公演会場とブシロード EC ショップで販売が決定しました。はいよ。そしてブシロード EC ショップでの予約受付は12月23日から開始予定です、はい、またブシロード EC ショップでの受注生産商品としてビッグブロマイドの販売も決定しました。よ、こちらは2枚1セットでお好きなキャストの写真をお選びいただけます。ビッグブロマイドの発送は3月下旬頃を予定しております。はい、最後に改めてロード59の舞台情報をお知らせしたいと思います。はい、舞台ロード59
新時代任侠トークは12月24日より東京中野ゼロ大ホールにて上演いたします。チケットは前方シート、非売品グッズ付きのオロチシートと通常の仁義シートの2種がございます。オロチシートには番組内でご紹介させていただいたキャスト映像収録スペシャル DVD と、オリジナルデザインマスク、オリジナルデザインショッパーを公演当日会場にて特典としてお渡しいたします。チケットはただいま各プレイガイドにて一般発売受付中です。またご好評により12月25日金曜日20 14時の回の追加公演の実施が決定しました。はい、こちらのチケットの公式ホームページ、追加公演最終先着先行が明日12月15日火曜日23時59分まで受付中です。はい、読めましたね。すごいね、これ。よく皆さんほぼ噛まずにいけたなと。俺めっちゃ噛んじゃったな。途中で噛み噛みだった人、僕、はい、すいません。ということで、じゃあ、 まあちょっとコメントをね、はい、せっかくなんで、ね、見ていこうかなと思うんですけど、はいはい、読んでいきましょう。今日はね、どうでしたかね。今年はネズミ年ですよって教えてくれた人いますね。はい、あ、そうか、こっちとこっちでコメントが。あ、そうだね。ツイッターと、フェイスコープ。今日はね、2番組というか、2つのツールからね、放送してますから。公演 DVD って販売してくれるのかな。ちょっと質問とかどうでしょうね。まあ続報を楽しみにって感じですね。うん、はい、公演楽しみとか書いてあった、ね。はい、そうですね。ちょっとバーって。絵とも間違ってるし字も違うよっていうダブルボケだったのかなみたいな指摘がありましたけど、はい、あの字は存在するのかな。いや、あの字は存在しますね。気になるね。獣編に首、ちょっともう一回見せてもらって。首だね、首。獣編に首っていう。いや、俺の中でのイノシシこれなんですよ。いやいやいや、イノシシは普通に物だね。物か、物ですね。物、物。首存在します？これ、はい、なんかさ、ハクロ組のさ、ローに惑わされてね。ああ、確かに。見たことないもん、はい、すみません、皆さん、ちょっとお見苦しい。完全作ってる最高で楽しかった、面白かった。体力強かった、はい、強かったですね、本当に。体力すごかったね、マジで大逆転。来た、来た、6点だったから、ね、新しい感じ作ってるの最高です。これで新しいゲームができますね。ありそうな感じをかけて言えないと、ね、はい、誰が一番ありそうかっていうね。ありそうな感じをかけるかっていうゲームで、存在してたらアウトね、逆に。めっちゃ面白いじゃんそれ、はいはい、皆さんね、楽しかったっていう、ね、はい、よかった、皆さん楽しんでくれてね、はい、いただいてるので、ありがとうございます、はい、ということで、うん、今後の展開を楽しみにしている皆さんに、はい、最後に、はい、皆さんは一人ずつメッセージをお願いします、はい、まずじゃあ、たくまさんから。はい、それではですね、今日はこの後有料チャンネルの方で、アフタートークを配信します。ない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 でしょ。聞いた、ないか、聞いた、本当ない。これね、リハーサルでもやってました。リハーサルでもやってました。俺の渾身のボケ、俺の渾身のボケを最後にぶっ飛ばました。はい、ということで、そういうのがないのでですね、皆さん僕らのツイッターとか、いろんなものをね、 SNS 発信してますので、そっちの方をフォローしていただいて、今後の舞台の動向を見守っていただければなと思います。本番も楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、今の主役の砂頭です。そうですね、今舞台稽古絶賛舞台稽古中なんですけれども、アクションだったり、ストーリーだったり、キャラクターだったり、本当に見どころたくさんありますので、ぜひ劇場にご来場ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、霧宮優斗役の鮎川太陽です。本日はご視聴ありがとうございました。そうですね、今日めちゃめちゃ楽しかったっす。、はい、皆さんも楽しんでいただけたら、嬉しいなと思っております。舞台の方は、まあ、これとは違う楽しさがあります。まあ、感動だったり、笑えたりする？笑えたりする？笑えたりしますよ。笑えたりするよ。ちゃんと笑えたりします。もうね、年の瀬なんで、年末に、今年締めるのにふさわしい舞台となっていると思いますので、ぜひ、足を運んでください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、本日 MC 務めました白松敦です。いや、もうなんか言いたいことは皆さんがほとんど言ってくださったので、僕から言うことは何ですかね。なんか言えよ、なんか言えよ。なんか言えよ。まあ、でも本当にその今毎日稽古して汗流してみんなで切磋琢磨していい作品作っています。オード59すごくいい作品になること間違いなしなので、ぜひぜひ皆さん劇場に遊びに来てください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。メッセージ、はい、ということで本当にこれで終わりの時間となってしまいました、はい、それでは皆さん舞台上の展開区でお会いしましょう、はい、
またねー、バイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございました。令和の時代の幕開けから数十年、東京湾を貫く存在しないはずの国道59号線、その先に続くのは欲望で輝く世界有数の摩天楼、東京都天海区。湾に浮かぶ巨大人工島に国内外から莫大な資金が投入されて誕生した欲望渦巻く眠らない街。そこには仁義と呼ばれる任侠者たちがいた。親から子へ、兄から弟へ、血の杯を交わして仁義と呼ばれる力を受け継いでいく存在、仁義。血の杯を交わすこと、それは人の道を外れること。仁義となった者は二度と堅気の世界には戻れない。彼らにはそうまでしても力を求める覚悟と理由がある。それぞれの組織が一進一退の勢力争いをする中、天海区の地下に封印されているというヤマタノオロチの首の情報がもたらされた。その血を飲めば、かつて古の仁義が持っていた神と等しい力を手にできるという。時代のしがらみにとらわれず自由を生きる東雲組、家族のような絆を持ち伝統を重んじる白老組。金と権力でのし上がった飛ぶ鳥も落とす勢いの黒城組。世界規模のつながりを持つ海外マフィアの連合組織フェニックス。欲望が渦巻く街でそれぞれの組織の思惑が交差しぶつかり合う、互いの信念と生き様をかけた戦いが今始まる。ロード59、それは二度と戻れぬ道。プロジェクト第1弾舞台初演、2020年12月開幕。チケット詳細は公式サイトをチェック。